風まき起こし誇りで流行は相打その時は器傷つきいつは死す なおこそ惜しむもののふの心のうちを誰かしえる細川家御家老長岡佐渡の玄関に佇みました宮本武蔵。頼もう。お頼み申す。これはこれはどなたかと思いますれば宮本先生ではござりませぬか。おお、そなたは伊織か。久しぶりなんだが変わりがのうて何より。お師匠様にもお変わりがのう。またこの度は船島におきまして佐々木小次郎殿との試合ご苦労に存じます。ご家老殿はご在宅か。はい、お師匠様のおいでを楽しみにしておられましたが今日はあいにくお出かけでござりまする。それは残念。ご家老殿お戻りまで待つといたそう。いおり、そなたいくつになった。はい、16にござりまする。成人なした暁には佐渡殿ご恩返し忘れてはならんぞ。はい、ご教訓ありがとう存じます。ついてはいおり、お師匠様にちょっとお尋ねいたしたいことがござりまするが。何なりと申してみよ。わしがそなたに言って聞かせるのはこれが最後になるやもしれぬ。ではお尋ねいたしまするが、お師匠様は佐々木小次郎殿に何か恨みがあるのでござりまするか。いや、別に恨みはない。では小次郎殿がお師匠様に恨みがあるのでござりまするか。いや、小次郎殿から恨みを受ける覚えはないはずじゃが。では恩も恨みもない者がなぜ船島において決闘いたさねばならんのでござりまするか。そのことか。武蔵、剣を学んでいささか天下に直えた。この度ご家老長岡佐渡殿の推挙を得て細川家に抱えられる身となった。小次郎殿は同じくご家老内藤兵庫殿の推挙を得て細川家に仕官の模様をたまたま剣を志す者愛をおたがためしとてお手合わせ願うまでのことじゃ。でもこの度の試合はいずれかが死にいずれかが傷つくものと噂されておりまする。なぜそのようによしないことを。これ子供のそなたにはわからぬが、剣客者がひとたび試合に臨み
打つ打たれるは覚悟の前、ただ潔は衆を決する。これぞ武士道、剣を志す者の本性とすることだ。伊織にはよくわかりませぬが、そのようなことが武士道といたしますれば、武士道とは何やら悲しいものでござります。